ベルナー・ヤコブは、ドイツのオルガン奏者、作曲家、メンガースゲロイト・ヘンメルンの出身。1956年から、フライブルク音楽大学に進学し、バルター・クラフトに、オルガン、フリッツ・ノイマイヤーにチェンバロ、カール・ウーターに、四季法、ボルフガング・フォルトナーに作曲をそれぞれ学んだ。1961年に、フライブルクのルーテル協会に、音楽家として就職。 ニュルンベルクのトリニティ教会のオルガニストに転任し、1967年にニュルンベルク氏から文化賞を授与された。1969年から1990年までニュルンベルクのセセバルドス教会の教会音楽の監督兼オルガニストの任にあたり、1976年から1998年までニュルンベルク音楽院でオルガンと教会音楽を講じた。 1984年には、ニュルンベルク氏から文化賞を授与され、1985年から2003年まで、ニュルンベルク国際オルガン週間の芸術監督を務めた。2006年、ニュルンベルクにて調整。ベルナー・ヤコブ・ディスコグス・ソハット、ビオグラフィ・プロフェッサー・ウェルナー・ジェイコブ。2019年9月8日時点のオリジナルより、アーカイブ。 2018年6月30日閲覧。ウェルナー・ジェイコブ。2013年4月25日時点のオリジナルより、アーカイブ。2018年7月1日閲覧。トラウアー・ウム・プロフェッサー・ウェルナー・ジェイコブ。スタッド・ニュルンベルクのハリヒテン・アオス・デム・ロット・ハウス。オリジナルの2018年7月1日時点における、アーカイブ。 http://archive.li/.jf8hn2018 <ッ>年7月1日閲覧。ベルナーヤコブ、オールミュージック、ベルナー・ジェイコブ・オーバーレデン。オルゴール・ニップリング・ウィズズ、オリジナルの2018年7月1日時点における、アーカイブ。 http://archive.li/.y24up2018 年7月1日閲覧。アーカイブ2019年9月8日、ベイバックマシン。ありがとうございます。